こんにちは、恋愛アドバイザーの津崎まみです。女性というのは基本的に受け身なので、めちゃくちゃあなたと仲良くなりたいって思ってたとしても、女の子からは基本的に何もしません。あなたからアプローチをされるまでは待つっていう選択をする子がすごく多いです。とはいえ、やっぱりね、好きな気持ちっていうのは表情とか行動にちょっとずつ出ちゃうものなんですよね。女性をよく観察すると、隠しきれないあなたへの気持ちというのが漏れています。今回はあなたと仲良くなりたい女性の仕草7選をご紹介します。ぜひ最後まで動画を見てチャンスを逃さないようにしてくださいね。1つ目、マスクをしている時の目が冷たい。マスクって基本的に表情が分かりにくいですよね。実は照れてるだけなのに、睨まれてるって勘違いしちゃうような事故ってよくあります。恥ずかしがってる時って、実は目って睨んでるみたいな感じになるんですよ。マスクをしてる相手から睨まれているなって感じる時、実はマスクしてる側は無自覚であるってことがほとんどです。そもそもなんですけど、怒って睨んでる場合でも、無自覚に睨んでしまっているっていう表情に見えている場合でも、その理由は様々なんですけど、あなたに話しかけてほしいとか、あなたと対話したいっていう気持ちは変わりません。なんでかっていうと、心から嫌ってる人って視界に入れないようにするからです。またね、マスクをしていると安心感があるので、行動が大胆になるという研究結果もあります。だからマスクをしていることで、普段よりも大胆にあなたのことを見ているっていう可能性は十分あります。ですから、今睨んでたよなとか、何見てんのとか、そういう見てたっていうことには触れずに、さりげなく話しかけるといいでしょう。2つ目、肩が上がってる。好きな人の前では絶対失敗したくないって思うのが恋心です。人はね、気持ちがバレたくない時とか、緊張した時って、自然と肩に力が入って肩が上がってきます。笑顔で喋ってるんだけど、肩に力入ってんなって思う場合は、あなたに嫌われたくないと思ってる可能性が高いです。ちなみに、椅子に座ってる時っていうのは、何回も座り直して姿勢を正そうとします。逆に喋ってて、体がリラックスしてんなってめちゃくちゃ感じる時っていうのは、あなたに対して特別な感情を抱いてない可能性が高いです。3つ目、近い距離で手を褒める。ホテルに誘ってほしいと感じる女性がよく口にするのが、手綺麗ですねとか、指長いですねみたいな感じで手を褒めます。一方で、不潔な感じがするなとか、生理的嫌悪感を抱くなとか、今日はなしだなって思ってる人は、触られたくないので手は褒めないんですね。だから、手が綺麗だって言われた時点で、結構ありだと思われてる可能性が高いということです。ただしですね、注意点として、離れた距離感で手を褒められるという場合は、その限りではありません。ただ単純に話題として出しただけです。今回言ってるのは、すごい近い距離で手を褒めてきたという場合です。近い距離で褒めてきた時は、手の長さを測るように手出して、で、手乗せてもらって、長いねとか短いねとか、なんとかかんとか言って、ギュッと握るという風にするといいです。4つ目、普段はそっけないのに LINE は可愛い。好き避けってあるじゃないですか。好き避けしているっていう子をよく見ると、普段はそっけないんだけれど、 LINE では一生懸命アピールしているっていう子が多いです。なので、アウト塩対応なんだけれど、 LINE ではめちゃくちゃ長文送ってくるとか、可愛いとか、絵文字いっぱい入れてくるとか、あとすぐ帰ってくるっていうのもありますね。そういう一生懸命アピールしているっていうのを感じるかどうかで、好き避けかどうかを判断してください。5つ目、会話を深掘りしてくる。そもそも女性側からあなたに対して質問してくるとか、いろいろこう会話をね、広げようとしてくるっていうのは、脈ありである可能性は高いです。ただしですね、暇つぶしに質問してくるっていう場合も十分あるので、その見分けっていうのは重要ですよね。見分けるポイントとして、あなたに対して質問をします。で、あなたから返ってきた答えに対して、さらにそれを深掘りしようとしていくかとか、どんどん質問を重ねてくるかというところで判断するようにしてください。例えば、女性から兄弟おるんって聞かれたとするじゃないですか。で、あなたがおるよ、お兄ちゃんおんねんって答えたとします。そしたらまた女性から、何個離れてんの、仲いい？というふうに質問を重ねてきます。この時点でも結構深掘りしてきてるっていう感じではあると思うんですけど、で、あなたが2個離れてんで、仲は普通かな、時々一緒に遊びに行くで、そっちは？というふうに質問を返します。そしたら女性から、私は妹おんで、仲ええねんや、遊びに行くってどこ行くの？というふうにまた質問を重ねてきます。で、あなたが、いや、実は兄ちゃんの友達とも仲良くって、この間男5人でディズニーランド行ってきて、そっちは妹と遊びに行く？と返します。そしたら女性から、私も妹と遊ぶで、男5人でディズニーってやばない？というような感じで、聞かれたことには答えるんだけれど、あなたの話をどんどん引き出そうとしてくるという場合は、あなたに対してかなり興味を持っているという判断になります。それをどこで判断するかというとこなんですけど、この例文で言うと、どこに注目して
してほしいかっていうと、最後の私もよく妹と遊ぶで、男5人でディズニーめっちゃ楽しそうという部分です。これ通常どうなるかっていうと、通常はね、私も妹おんで、あ、私もな、妹とディズニーこないだ行ってんという話になっていくんですね。そうやって女の子って自分のエピソードトークすごい好きなので、エピソードを話そうとします。それによって共感しようという狙いがあります。でもそれをしなくって、例文のようにあなたの話をどんどん引き出そうとしてくるという場合は、あなたに対してかなり興味があって深掘りしています。6つ目、太ももを触ってくる。太もものような普段人から触られないところを触ってくるというのは、あなたと他の人よりも仲良くなりたいと思っている証拠です。もしかしたらね、ふざけた感じで触ってくるとか、うっかり触ってくるとかっていうこともあると思うんですけど、でもうっかりってそんな何回もないし、でふざけてるって言ったってやっぱりそんな際どいとこ基本的には触らないです。ただこれ注意があって、太ももを触ることによってあなたをですね、いい気にさせて何か買わせようとしてるとか、あるいは色恋営業をかけられているという場合はこの限りではありません。7つ目、周りに人がいる時といない時で態度が違う。他の人とは仲良く話してるのに、あなたには素っ気ないとか、他の人がいると途端に意地悪になるというのは、あなたを意識している証拠です。女性って周囲にね、あなたへの気持ちがバレたくないって思ってる時とか、あなたに自分だけを見てほしいと思ってる時に態度がおかしくなります。だから他の人が周りにいると素っ気ない態度を取られるとか、なんか意地悪なことを言われるとか、なのにあなたのことをチラチラ見ているというのは、これも好き避けの一種です。ということでまとめです。今回は本当はあなたと仲良くなりたい女性が取る仕草7選をご紹介しました。まず1つ目、マスクをしている時の目が冷たい。2つ目、肩が上がっている。3つ目、近い距離で手を褒める。4つ目、普段は素っ気ないのに LINE は可愛い。5つ目、会話を深掘りしてくる。6つ目、太ももを触ってくる。7つ目、周りに人がいる時といない時で態度が違うでした。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか。1個目にお話ししたマスクについてなんですけど、マスクね、だんだんね、こうマスクしない人が増えてきたじゃないですか。で、そう、私ね、マスクをしないこと自体は、コミュニケーションっていう観点で言うと、やっぱ表情分かりにくいので、しない方がいいと思ってるんですね。だけど、こう発せない人の中にはですね、感染予防っていう観点じゃなくって、素顔見せるの恥ずかしいみたいな方いらっしゃってね、まあ、気持ちそれもわかるなって思うんですけど、ただね、なんかその私も結構マスク今でもしてる派なんですよ。出かけるときはしてる派なんですけど、最近ね、知ったんですけど、マスクってね、こう耳にかけるじゃないですか。で、ちょっとこう耳が引っ張られるでしょ。で、引っ張られるとやっぱこのね、口周りっていうか顎周りがたるむんですって。だからね、マスクあんましない方がいいよって言われて、なるほどって思ってですね、まあ人のね中に行く時はしてるんだけれど、ちょっとこう散歩行く時とかはね、しないようにしてます。で、まあするんやったら、ちょっとこうね、耳の負担が少ないようなものにするっていうのがいいんじゃないかなというふうに思います。よかったらね、参考にしていただけたら嬉しいです。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではですね、女性からモテる方法や恋愛のコツについて、恋愛心理学や実体験をもとに初心者の方にでも分かりやすく解説をしておりますので、ご興味ある方はぜひチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。あと、Twitter と Instagram と TikTok もやってるので、そっちもよろしくね。じゃあねー。